ビクトル・ヒューゴ・モレノは、ベネズエラのカラボボ州、プエルト・カベージョ出身のプロ野球選手。1997年9月5日に、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。1998年は、参加ルーキーリーグのドミニカン・サマーリーグ、ダイヤモンドバックスでプレーしていた。1999年は、参加ルーキーリーグのアリゾナ・リーグ・ダイヤモンドバックスで7試合に、 当番し、1勝2敗にセーブ、防御率9.90を記録した。2000年は、ベネズエランサマーリーグでプレーした。同年限りで、対談した。2001年は、フィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。開幕を、参加ルーキーリーグのガルフコーストリーグフィリーズで迎えた。この年は、15試合に当番し、4勝2敗、防御率1.69を記録した。 2002年は開幕を参加ショートシーズン A のバタビアマックドックスで迎えた。ここでは17試合に登板し、3勝3敗5セーブ、防御率3.71を記録した。その後、参加 A のレイクウッド、ブルークローズに昇格した。ここでは7試合に登板し、1勝0敗1セーブ、防御率0.00を記録した。同年限りで対談した。 2003年はミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。開幕を参加アドバンス A のホートマイヤーズミラクルで迎えた。ここでは16試合に登板し、3勝1敗、防御率2.02を記録した。その後、参加 AA のニューブリテンロックキャッツへ昇格した。ここでは24試合に登板し、1勝1敗、防御率6.95を記録した。2004年は、 開幕を参加 AA のニューブリテンロックキャッツで迎えた。ここでは33試合登板し7勝2敗にセーブ防御率2.27を記録した。その後参加 AAA のロチェスターレッドウィングスへ昇格した。ここでは6試合に登板し1勝0敗防御率6.35を記録した。同年限りで対談した。2005年は オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。開幕を参加トリプル a のサクラメントリバーキャッツで迎えた。この年は49試合に登板し、4勝2敗に西部防御率4.50を記録した。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。レギュラーシーズンでは前年同様に 開幕を参加トリプル a のサクラメントリバーキャッツで迎えた。この年は34試合に登板し5勝4敗4、セーブ防御率5.38を記録した。同年限りで対団した。2007年はボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。開幕を参加トリプル a のノーフォークタイズで迎えた。この年は39試合に登板し、 2勝5敗3、セーブ、防御率5.06を記録した。同年限りで、対談した。2008年は、メキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約を結んだ。この年は、9試合に登板し、防御率5.00を記録した。同年限りで、対談した。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に、 選出された。レギュラーシーズンでは、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約を結んだ。10試合の登板で、0勝1敗4セーブ、防御率9.35を記録した。シーズン途中に、退団した。2009年シーズン途中に、イタリアンベースボールリーグのフォルティチュードボローニャと契約を結んだ。この年は、9試合、0勝0敗。 防御率1.33を記録した。2010年は13試合に登板し、0勝0敗、防御率0.56を記録した。2011年は14試合に登板し、2勝0敗、防御率1.241を記録した。同年限りで対談した。2012年はメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約を結んだ。この年は、 51試合に登板し、1勝3敗27セーブ、防御率2.75を記録した。2013年は、51試合に登板し、2勝3敗33セーブ、防御率3.58を記録した。2014年は、15試合に登板し、1勝2敗8、セーブ、防御率2.93を記録した。ありがとうございます。